はい、おはようございます。高橋リメイク弁当代表の高橋です。お世話になっています。今日はね、先日観光した現場で元請けさんがね、お客さんの方から玄関ドアをね、追加で塗ってほしいよっていうことで今日行ってくるんですけど、その玄関ドアが赤っぽいような色でして、全然塗んなくてもいい状態、塗り替えなくてもいい状態だったんで、玄関はね、元請けさんの方もお客さんの方も最初の段階でね、塗るって決まってなかったんだけど、芝が全部取れてみると玄関のドアがそこだけ赤っぽいので、焦げ茶色で統一したいと、雨戸も雨どいも破風板もタイプが全部焦げ茶でやったので、玄関ドアだけ前のねペンキ屋さんが塗った赤くなってるのが気になるもんで、焦げ茶色で塗ってくださいということで今日行くんですけどね、今日行く追加の玄関ドアの状態はね、塗り替えなくてもいい状態で、もうビッカビカガッチガチのね滑膜になってますので、外壁とかやってる工事中には塗んなくても当然いいだろうと思ってたんだけどね、お客さんの希望で美観的に今回はね焦げ茶色に塗ってくるっていうことで、そこでキュート膜がガッチガチビッカビカ、塗り替えなくてもいいんだけどみたいなところ、そして前のペンキ屋さんがどんな塗料を使ったか判別しようと思えばできるんだけど、仮にも判別できないものだとして考えた時にどんな塗料がいいかっていったところで、今回使用するのが IP 水性マルチコート、インターナショナルペイント株式会社から出ている水性マルチコートっていうものを今回使用します。特徴としては水性塗料なのに鉄分とか電気亜鉛メッキ合板とか硬質塩ビとか、もちろんモルタル石膏ボードはもちろんのこと、シーラーです。下塗りなしでいきなりこれを、ね、塗れるっていう商品です。なので今回こういった密着性のものすごい高い水性塗料なんだけど、密着性がすごい高い、そういった塗料を今回みたいな滑膜に対して色を変えていくとかね、そういった時にはこの水性マルチコートを私はいつも使ってます。私の動画でも何回か出てきてますけど、今回も水性マルチコートをね使っていきたいと思います。はい、それでは今から行きますのでご覧ください。はい、下の方はね塗膜が少しめくれてきてますので、マジックロンとヘラを使って塗膜を削っていきます。はい、そしたらほとんど塗膜が滑膜になってますので、足付けって言って目荒らしをしていきます。足付けをすることによって水性マルチがなお密着力が高まりますので、その作業をしていきます。そこで、ね、どんな道具で、ね、足付けするかっていうことです。はい、これがマジックロン、これがサンドペーパー320バーツ、でこれが 3M の不織布ナイロンのスコッチブライト、これも、ね、320番。はい、どれを使うかってことなんですけど、あまりこのマジックロンでやると少しねこれだと粗すぎるので、こちらの320番のサンドペーパーかこっちのスコッチブライト、どっちかをね使います。まあどっちでも今回いいんですけど、私的にはこのサンドペーパーだとあの白い粉が削りながらついちゃうので、私はね今回こっちのスコッチブライト 3M の320番を使って足付けね目荒らしをしていきたいと思います。はい、使いやすいようにちょっと切ります。はい、こんな感じで、はい、今ねスコッチブライトでやったんですけど、かなりね滑膜がしっかりしてるのでちょっと滑っちゃうので、やっぱり、ね、こっちのマジックロンでちょうど良さそうなので、少し粗いですけど気をつけながらこっちのスコッチブライトをやめてマジックロンの方でね変更です。なるべく柔らかい方から粗い方にね行ってくださいね。最初からこっちにやっちゃうと、ね、まずいので、この柔らかい方から粗い方に変更するのはいいと思います。ちょっと色が似てて分かりにくいですけど、こっちがスコッチブライトでマジックロンで足付け作業をしてきます。
はい、こっちがね、今足付けした方です。はい、こっちがまだやってない方です。はい、このように足付けするとより水性マルチが密着力が高まります。はい、今ね、足付け作業と目荒らし、ね、終わりました。そしたらカスが下に落ちてますのでしっかり履きます。で、そしてから いよいよ養生です。先にね、養生してしまうと擦りながら養生テープが取れてしまうので、養生は足付け作業、けれん作業が終わってからやります。少し吐いてから養生作業に入っていきます。こんな感じで養生がね、終わりました。で、それではいよいよ水性マルチコートで1回目塗っていきたいと思います。1回目終わりました。下塗り兼中塗りですね。これで乾燥させます。だいたい1時間半か2時間乾燥させます。はい、1回目です。はい、1回目。
回目。はい、まだ1回目なのでね、こうやってまだ色がついてないとこもあります。若干ちょっとこう、透けてますね。これまだ1回目なので。はい、それでは2回目いきます。塗ります。最後にこういったね、布テープね、何にするかっていうと、塗ったところのちゃんと付着してるかテープカットのテストをします。塗ったところをテープ貼ってピッといった時に、ね、塗膜が剥がれないか、それを確認してね、初めて OK なんでそれをやります。ピッピッグッグッと、はい、OK です。剥がれませんね、しっかり、ね、しっかり、密着してます。何もついてません。はい、OK。 はい、これでね、完成です。今回はね、水性マルチコートをやってみました。ガッチガチのビッカビカのね、旧塗膜がカッツ膜のね、玄関ドアとその周りの縁をやってみました。この水性マルチコートは少し気をつけなきゃならないのは、希釈が 3% から 5%、 これはね 5% 以上混ぜちゃうと密着不良に、ね、なりますので、できれば3から5なので、まあ、3% ぐらいでやった方がいいと思います。そして必ず1回目、この水性マルチコートは透けやすいので、あ、1回目透けてるからつって厚塗りしちゃうとね、塗膜が乾いた時はぜてしまうので、塗膜の剥がれにもつながりますので、1回目ちょっと透けたからって言ってね、厚塗りをするのは気をつけた方がいいと思います。まあ、色を周りと統一するってことで、ね、美観的に今回はチョコレートにねやってみました。それではまた高橋のメイク弁当よろしくお願いします。終わります。